はい、こんにちは、せなです。はい、ということで今日は毎日メイクをしていきたいなと思います。イエーイ。ということで最初にカラコンをいつものように入れたいと思います。スイートジュエリーのマリーガーネット、めっちゃクリクリっぽくなる。下地はこちらを使います。ジルスチュアートのイルミニネイティングセラムプライマー美容液化粧下地。これ超ツヤツヤになるのでめっちゃおすすめです。これオッケー。これも本当に死ぬほどおすすめなんですけど、ティルティルのマスクフィット AC クッションです。これセイナ一番明るい色を使ってます。こんな感じでめっちゃ肌綺麗になります。いつもセイナが使ってるメイク、バレンタインボックス3ローズモーメント、これを使います。で、上はここのね薄い色、ピンクの薄い色をちょっと取って気持ちに塗るぐらいで、二重幅ちょっと過ぎるぐらい。下はここと同じ、さっきと同じ色を塗ります。で、こっからはもうめっちゃ早くメイクをするために高速でいつもやってます。そしたら、ここにアイシャドウ塗ったんですけど、その上に、ハイライトで上からかぶせます。そうするとなんか地雷っぽくなりすぎないで程よい色が出ます。できた。そしたら、涙袋のこの下に垂れ目のラインを描くんですけど、ここにアイシャドウで茶色で上から塗ります。茶色で塗ったら次ダブルラインを引くんですけど、ケイトのダブルラインエキストパート LB1 極薄ブラウン、これを使って涙袋の線とさっき塗ったアイシャドウの上に若干垂れ目ラインを引きます。そしたら、ダブルラインを引いたんですけど、涙袋に下のキラキラの部分を、ピンクのキラキラの部分を塗っていきます。アイラインを引く前にこのさっきのダブルラインで下書きをします。で、ラインは結構セイナは垂れ目に引いてます。キャンメイクのスリムリキッドアイライナー、これ02番茶色のラインなんですけど、セイナは最近はブラックってよりかは茶色のラインで引いてます。そしたら、アイメイクはほぼ完成なんですけど、この上からマスカラを塗っていくんですけど、昨日も街行くに行ったので今回は透明なマスカラでコーティングします。セザンヌのクリアマスカラです。コンシーラーで目をね、せんの丸目に見せたいので、目頭のところにちょんちょんってなんか気持ちやって塗るとちょっとなんか幼い顔になる気がしてやってます。メイベリンのフィットミーコンシーラーです。眉毛を塗っていきます。で、眉毛はねこの2つを使っていくんですけど、眉毛はこれ薬局で売ってるやつです。400円とかので、これはヘビーローテーションのカラーリングアイブロウ03番アッシュブラウンです。で、平行目に描いていきます。そしたら、マスカラを塗っていきます。そしたら次に最後に鼻筋を描くんですけど、クリアスリムクリエイトパウダーフェイスカラー、これを鼻筋の線に描きます。そしたら上からハイライト塗っていくんですけど、ハイライトはマックミネラライズスキンフィニッシュルスカペート、鼻先とここと額の眉毛のここと頬にも塗ります。で、ここも塗る。そしたらチークを塗るんですけど、これはサンのエクセルオーラティッシュティックブラッシュチェリッシュベイビーチークカラーです。この薄いところを取って上目に、で、あ、やばい、濃く塗りすぎちゃったって時は上からなんかハイライトとか塗ったりすると結構薄くなるのでおすすめです。涙袋にラメを置きたいんですけど、セイナが最近一番適しているラメはこれだなと思ってこれを使ってます。
ベターザパレットアイシャドウ、これルマンド、ルマンドのやつです。真ん中のここ涙袋の真ん中だけ、カメラ難しい、こんな感じ、いい感じです。パウダーをインテグレートアクアクリーミルージュ、ピンク色なんですけど、これを上から塗ります。そしたらまみちゃんからいただきました、これはディオールのリップマキシマイザー、めっちゃお気に入り。はい、ということで毎日メイク完成しました。以上、せいなの毎日メイクでした。バイバーイ。チョスマーミです。はい、今日は私の毎日メイクを紹介したいと思います。今ね、ベビーがぐずってるんで、こんな様子も映しながらメイクをしていこうかなって思います。それでは私の毎日メイクどうぞ。まずは私が使うのはアネッサ D セラム、これ使ってます。これ下地に使ってます。つけた時が本当にね、すごい綺麗なの、肌がすごい綺麗に見えるから、最近これ1本とかで終わらす時も結構多いかも、時間ない時とかは。本当にに次はコンシーラーやっていきます。ディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラー 0N 使っていきます。これめっちゃいいよ。その頑固なクマにのせて、あと鼻筋、そこからこう。そしたら、なんかこうパフで、ポポーンって、ポポーンってのせていきます。もう最近は時短メイクですね、結構。そしたら、あ、これ、エチュードハウスのなんかスティックハイライトとシェーディングが入ったなんかスティックタイプのやつなんですけど、これ、すごいいいんですけど、これを、なんか鼻のここにめっちゃ入れるとなんか鼻高くなるんだよね、だあご。まあ時間ないんで、こういうのとかでこうやってこうてててててててってもうベビーがいるときはこうやってててててってやります。これはもうなんかスポンジでこうやってベーって入れ伸ばしていきます。もうなんか最近適当になりましたね、メイクが。そしたらパウダーを塗っていきます。パウダーはセフィーヌシルクウェットパウダー、でっかい筆みたいなのとポン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 ってポン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 ってもうペペーって塗っていきます。これはインベンダーエチュードコンザーパウダー、これだ、ここらから適当にこうやって削ります。私の毎日メイクなんてほんと参考にならないと思う。このまま眉毛を描いていきます。ビボアイフル眉積みライトブラウンを使います。これで眉毛をパパパパパパッと描いていきます。でもほんとハリウッドブローと眉毛アートは時短になるからいいですね。でも眉毛は大体できたかなって感じなんで、そのまま眉マスします。大体描けたら OK。 そしたら眉マスはこれハリウッドブドウしてる人に結構おすすめなんだけど、デジャブのアイブローカラーアッシュブラウンです。アイブローブラウンです。一旦ちょっとミルクをあげてきます。ミルクを飲ませてきたので少しは機嫌がいいと思う。じゃあ眉マスカラをしていきます。こんな感じかな。したら目に移っていくよ。目元はキャンメイクラフティングマルチアイベース01番、これを使います。したらこのリンメルのショコラスイートアイズ021番、これめっちゃ可愛くない、この色。まずはこの一番上のこの白いところをアイホール全体に塗っていきます。これめっちゃいいよ。あ、で2番目の色取って、二重幅より広めにグーッと、ほら発色良くない。このラメを取ってアイホールのこの真ん中に乗せてあげます。真ん中じゃーん、華麗になった。そしたら
白い方の色を取って涙袋に染ませていくよ。でただ涙袋は私ね本当に大好きなね涙袋があるんですけど、このケイトブラウンシェードアイズ NBR2 番のこの色を涙袋に塗っていきます。これマジでね涙袋ぷっくり見えるの、もうほんとないんだよね底見えしてるんだけど、これかき集めて塗ってます。いつもアイラインしてきます。メイベリンハイパーシャープライナーナチュラルブラウン BR1 番使います。これマジ筆細いからおすすめ。こんな感じです。そしたらカラコンを入れていきます。セーナのブラウンダイヤモンドっていうこちらのカラコンを使っていきます。入れた感じはこんな感じ、キュリュンってなる、なんか持てそうな感じですね。両目入れれたよ。そしたらマスカラを塗っていきます。ディオールショーマキシマイザー 3D マスカラ用ベースを塗っていきます。なんかサンプルでついてきたからこれ塗ってんだけど、なんかこれめっちゃいいんだよね。はい、これを塗りました。そしたらマスカラはオールデイラング&クラルマスカラ、クラルマスカラみたいなブラックを使っていきます。これ韓国のやつかな。これ私マツパしてるからそのまま上げずに一旦入れます。これねダマにならなくてすごいいいんですよ。私何回か塗るんですけど。そしたらデジャブのマスカラも追加で塗ります。デジャブラッシュノックアウトエクストラボリューム TI1C0 ピンクのボリュームタイプを塗ってます。私はいつもこれを塗ります。塗れました。涙袋の影を追加で描いていきます。ケイトのダブルラインエキスパート LB1 番これ使っていきます。ここの影あるんだけど、私この影を後ろここから上にギュインってこうやって描くと顔がきつく見えない目になるべくなるんですよね。なんかちょっと丸目っぽくなるんですよ。だからすごいおすすめ。ディオールのバックステージアイパレット003のアンバーっていう色のこれ、この色、この色を目の際にちょっと軽く一回塗っていきます。そしたらちょっと太い筆で取ってここをまた同じ色で動かしていくよ。はい、そしたら涙袋がちょっとなんか濁ってらっしゃるのでラメをつけていきます。 3G アイスイッチアイカラーめっちゃザクザクのラメ、可愛くない？これを目の下に軽くのせると濁らない。そんな変わんなかった。実際見たらちゃんとぷっくりして見えてるからおすすめ。そしたらノーズシャドウを描きます。のキャンメイクシェーディングパウダー01番めっちゃ濃いやつ使っていきます。これを筆にとって鼻先ここほら鼻が出来上がってきた。やっと私のお鼻が見えたんではないでしょうか。藤田ニコルちゃんの YouTube を見た時になんかメイクさんとコラボしてる動画があって、なんかダブル V がいいらしいです。顔がちっちゃく見える。私の輪郭に合ってるのかわかんないけどやってみます。なんかここここに入れるとなんか多分顎がグッて出るように見えるのかな。であとここなんか V みたいな、そこ少し入れるといい。あとね唇の下にも入れるとぷっくり見えるからおすすめ。そしたらハイライトを入れていきます。このトゥーフェイスのこれ使います。これを鼻先ここ目頭にも塗っていきます。で唇の上にも塗ってそしたら筆を変えておほっぺとかおほっぺあごもぼかしていくよ。はい、できた。ハイライト、そしてチーク、ナーズの ORGASM だから定番色のピンク色のその色なんですけど、これ超かわいい。はい、ここ塗っていきます。
これ可愛くない？ちょっと軽く、すごい発色がいいんで調節してみてます。こんな感じですね。下まつげすんの忘れてた。下まつげは同じやつ、デジャブ、これ使って塗っていきます。はい、 OK。 口はキャンメイクのスクラブプランプリップケアスクラブ01番、これです。辛い。これを最初に下地に塗ってから、でね、ピトちゃんから成人祝いでもらったこのシュエムラの、私も超ドンピシャで大好きな色、 KSBG950 ルージュアンリミテッドキヌサテンっていう色なんですけど、これマッチ可愛い。私の大好きな色、ドンピシャです。さすがピトちゃん。これを塗ります。めっちゃ可愛くない？塗れた。そしたら上からグロスを重ねていきます。 MAC のパワーガラスブランピングリップグロステンシングスアイヘイトアバウトユー、これ、はい、できた、完成。はい、メイクが完成しました。着替えもしてきました。どうですか？本当いつも気分でメイクとか洋服とかでメイクは変えるんで、毎日メイクはこれっていうのはないんですけど、撮影の時はつけまをつけるけど、撮影じゃない時とか子供と今日みたいにお出かけする日とかはつけまとかつけてる暇がないんで、あんまり、だからこういう感じのメイクが多いです。どうですか？なんかね、結構眉毛とかもなんか全部適当なんだけど、参考にあんまなんないけど、真似してくれたら嬉しいです。はい、では今日も最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではおばいちゃん、バイバーイ。Thank you.